皆さんこんにちは、レジスターでーす。ということで、今回ね、あれって思いました、今。そう、なんか、レジスター、お前顔変じゃねっていうか、なんか、顔動いてねっていう話なんですよ。これね、なんでお前の顔動いてるんだって思う方がいらっしゃると思うんですけど、これ理由がありまして、僕がライブ 2D を作ったからです。そのまんまでした。はい。でね、これ、今日僕すごい一日暇で、朝4時くらいに起きちゃって、で、その後なんかずっとすることなかったんですよ。なので、なんか暇だから時間を潰せることがないかなと思って、で、ふと思いついたのが、ライブ 2D で顔動かせるようにしちゃえば、時間潰れるんじゃねって思ったんですよ。なので、作りました。なんかね、10時間くらいかかった気がするんだよな。いや、10時間かかった、だいたい。目と眉毛と口だけを動かすのに10時間かかるってすげえなと思って、まあ、やり方知らなかったのもあると思うんですけど、でも大変だなと思って、なのでその最近よく獣キャラクターのVTuber っていうのが結構増えてきてて、ニョキニョキね、新しく、なんだろう、新規参入しているわけなんですけども、新規参入をたくさんしている人がいるから、そんなにライブ 2D って作るの難しくないんじゃないかと思ってたんですよ。なんですけど、意外とそのすごく難しかったっていうので、まあ、その初心者で、今日僕、その思い立ったのが今日で、で、インストールとかして、いろんなそのソフトとかをインストールして、素材作ってっていうのも、一応、まあ、一日でやったので、一日でできちゃうって思えば簡単かもしれないんですけど、パソコンの知識が全くない人だったら絶対作れないなと思って。なので、最近、新たに出てきているたくさんの、バーチャル YouTuber たちというのも、結構いろんなね、苦労があるんだろうなというふうに僕は拝察したわけですよ。だからまあ結構感慨深い一日となりましたっていう。なので、まあ、普通の暇な一日だった。はずが、ちょっとだけ有意義なね、一日になったかなと思うんですけど、今後ね、このライブ 2D のモデルを使っていくかどうかって言われたらまたちょっと微妙なんですよ。なぜなら、その僕の動画スタイルって別に変わる予定はないので、配信の時にワンチャン使ったりするかもなとか思ったりもするんですけど、犬だけに。でももう見飽きたでしょ早速見飽きたでしょこれ。もういいよねこれ。僕のさ、まあ、表情のバリエーションが少ないっていうのも仕方ない話ではあるんだけど、その僕がただ話してるだけで、顔の表情が多少変わるだけってさ、つまんないでしょ、これ。っていうので、ちょっとまあ今後いろいろとね、考えて、サブ的な要素としてね、まあ使っていきたいなと思いますので。で、一応ね、言っておくと僕、バーチャル YouTuber になったわけではありませんので、最近なんかバーチャル YouTuber で、獣系のね、バーチャル YouTuber の人多いので、なんかそれに便乗して、チャンネル登録者数かっぱらえたらいいなと思ってね。どす黒いね、心意気でやっておりますので、よろしくお願いいたします。いやー、でもね、このライブ 2D すごく作るのめんどくさかったので、いや、VTuber の皆さんね、まあ、自前で作られてる方がどのくらいいるかわかんないんだけど、でも、大変だなーっていうので、例えばさ、顔の向きを変えたりするとかっていうのも設定でまた別々に、いろいろと設定しないといけなかったりして、すごいめんどくさいんですよね。で、その絵心もないと、そのイラストをまず用意できないと、できないっていうので、相当参入のハードルは低くなったとはいえ、依然、その敷居は高いままだな、というふうにも思うんですよね。なので、皆さんもしね、YouTube でこういう動画を撮りたいと思ったらね、いろいろとね、勉強してからやった方がいいんじゃないかなと思います。うん、難しい気がした、僕は。この僕のライブ 2D モデルの、気に入ってるとこっていうのが、笑ったら可愛いっていう。ほら。いや、これ可愛いでしょ。これ可愛いよね。いや、これはね、自画自賛していいんじゃないかなって思うんだよね。それでは皆さん、またね、僕のいつもの動画でもお会いしましょう。バイバーイ。うん、これで結構あざとくいけたんじゃないかな。チャンネル登録者数100人ぐらい増えねえかな、これで。